はい、こんにちは、総合監督と申します。ウィーレアプリ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、久しぶりにねアイコニックガチャが更新されたということで、今回ですけれどもね、まあ、アイコニックトーレスと、アイコニックフォルラのどちらを狙ってね、引いていきたいなと思います。はい、で一応見ていきましょう。でね、実はね一回ね、まあ、コインねゼロになって、そこからね無課金で、ね、ずっとやってるんですけれども、まあ、地道にねコイン貯めてるんですけど、まあ、今回ね、2510、まあこのねアイコニックがずっと同じループの間にね貯めたんで、今回ね、まあ、引いていきたいと思います。まあ、はっきり言ってね PS4 とは違ってコインってねやっぱりちょっとね、まあ、僕にとってはねめっちゃ貴重なんでね、まあ、どっちも手に入りませんでしたとかやったらやっぱりマジ泣きそうなんで、どっちかはね今回持ち帰りたいと思います。はい、ということでいきましょう。25回いけますんでね、まあ、どっちかはね、本当に持ち帰りたいなといった感じ。ね確率的にはかなり悪いのかな。105分の2なんで、まあ普通に引いたら出へん可能性の方が高いかなと思うんですけれどもね、まあ、それでも希望を絶やさずにいきたいと思います。はい、ということで、いきましょう。まずは一発目ですね。いやもう本当にねアイコニックもとにかくアプリは一人も持ってないんでね、まあかなり来たら、今回どうなんだろう。いきなり来た。マジで。あ、ちゃうわ。あ、いやほんまや。やばいっす。神がかってます。はい、ということでいきなりフェルナンド・トーレス獲得しました。いやラッキーやなこれ。いやちょっとロックしますね今回は。いやフェルナンド・トーレスくんいきなり来ましたね。いやありがとう。いやこれなんかもう一回引いたらくせえ。どうだろう、ちょっといきます。そうやね、いきましょう。フォルランもついでにね、もう手に入れちゃいましょう。いやちょっと予想外のことが起きてびっくりしますけれどもね。ええ、マジでこれなんなん。いや、これ、やばいな。編集も何もしてないんですけど、いきなり終わっちゃった。え、マジで保有数だって、見てもらったら、右上のやつ見てもらったら、通りかれずに。いや、保有数関係ないか。保有数関係ないですね。ごめんなさい、ごめんなさい。はい。そうか、これ、減ってくボックスガチじゃないもんな。いやー、マジでエグいな、これ、いきなり。いや、もう用意してた全てがなんか、なくなりましたね、今。ちょっと25連しても出ないやろ、みたいなね、雰囲気あったんですけれども。いや、ほら、コインだって2310やもんな。いや、すげえ。ミラクルが起きた。はい、ということで。いや、でもちょっと地道にね、頑張るといいこともあるもんですね。はい、ということで、今回ね、まあ、アプリでね、2回、アイコニックガチャ引いたんですけれども、まあ、日頃の行いがいいからかな。はい、アイコニックね、2回連続ね、しかもトーレスとフォルラン、どっちも手に入れたということで、もう次ちょっと引く必要ありませんね。ちょっと短いけど、今回ちょっとこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。